はいどうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。の野郎、また一気上がった、この野郎。もう都市ミナティですも言わせないぐらいのスピードが来るんですね。ほんと申し訳ないっすわ。で、なんかまたブツブツ言ってるわ。うん、なんて言ってんの。めっちゃ悔しいって言ってました。それもう本当に迷惑行為だね。めっちゃ悔しい。関係ないからね、俺に別に。めっちゃ何を悔しがってんだろうな。なんてね。うん、俺なんか、あ、また言い出した。自分が弱いから負けた。って言ってますわ。ねえ。ねえ。何やろうな。何に負けたんだろうね。帰れよ、お前らもう。お前ら。返しました。あの、オリンピックで負けた人たちでした。いやいや。は？何そのくくり。ひどすぎない、ちょっと。負けた人たちって。オリンピックで負けた人たちでした、うん、来てたの。今年のやつかな。いや、違います。まず、めっちゃ悔しいが、競泳の田島さんです。2000年シドニー。ああ、うん、ほうほうほう。で、自分が弱いから負けたっていうのも、うん、2000年シドニーの篠原さんですね。うん。まあ、オリンピックっていうこともあって、その集まってきたのかな、みんな。うん、かもしれないですね。そう、なんで、ちょっと返しました、やかましい。まあ、ね、あの、何の関係もないし、邪魔ですよ、ね。何の関係もないんでね、本当にもう、ただただ夜中来て騒いでるだけなんで、うん、すいません、ちょっとね、返したんで。でも来るわけないと思うんですよね。いや、今回マジで来てました。じゃあしょうがない。じゃあしょうがないよ。夜遅いし、うん、明日も早いんで。迷惑行為ですからね。そうそう、単純になんでちょっと返しました。すいません、申し訳ないです。あの、次から気をつけてください。ちょっと謝らなきゃいけないことあるんですよ。本当に申し訳ない、うん、あの、最近ちょっとほんまに忙しくって、うん、自分の時間がもう本当1時間も取れなくって、今日は、うんうん、あの、ネタを用意できなかったんで、うん、ちょっとお便り読ませていただきます。いやいや、まあ、本当に申し訳ない。 お便り会は別に人気ありますから。下さんだけは分かってるから、どんぐらい俺が忙しいか最近。いやいや、忙しいよな俺。いや別に俺忙しいよな。俺がどれだけ言ってもあんま変わんないっすよ。言ってくれ。俺だけ言ってたら、うん、あ、こいつ一人で勝手に言ってるわって思われるから言ってくれよ。忙しかった。いや、あの、忙しいと思いますよ。だよな、うん、あの、大変そうだなって。そうよ、見てますよ。マジ2日寝てねえんだよ俺。でも今日も寝れねえから、もう3日寝れねえんだよ。いや、きついね。これ自慢じゃない、そのなんかよくあるじゃん、うん、あの、寝てない自慢みたいな。いやいや、いや違うんだよ、俺寝てんだよ。いやいや、まあまあ。寝たいけど、ちょっとパンパンに詰まりすぎて。普通に人は寝たいですから。そうで、本当に申し訳ないです。うん、だから、立ち狂った今日は企画やります。うん、はい。お便りのコーナー。はい、はい、土地狂ったコーナーっていうのは、あの、ネギ坊主スペシャルやろうかなと思って。いやいや、はい、ネギ坊主さんね、いつも送ってくれる、まあ、常連の方というか。そうなんですけど、はい、読まれているのって、岸本さんが読んでるのって、うん、実はネギ坊主さんが送ってくれた、うん、まあ一部結構数送ってくれるんでね、うん、実はものすごい送ってくれてるんですよ。はいはい、それを今回ちょっと読ませていただきます。はい、ではいきます。岸本さん、早瀬さん、奥様に金メダルをあげたい男、君のネギ坊主を舐めたいと申します。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。オリンピック始まりましたね。始まったね。開会式はご覧になりましたか？見ましたよ。2000台のドローンパフォーマンスは圧巻でしたが、その技術に驚愕すると同時に私が感じたのは、うん、これって UFO だよねということでした。ほうほうほう。最初のドローンが開発されたのは第二次世界大戦の1940年頃、うん、あ、そうなんですね。その前だって、うん、だから、その、要は一般の人の手に渡るのが遅いだけで、まあ、軍事的にはじゃあ1940年頃から、うん、まあ、使われていたんですね。まあ、確かに近いようなものあったんだろうね。そうなんだ、うん、ですね、ドローンが一般的になったのが、言ってますね、やっぱり2010年頃と考えると、軍事技術が我々の元に降りてくるまでに70年もの時間がかかっています、うん、はいはいはい、つまり軍事技術は我々が想像する70年先を言っていることになります。なるほど。今から70年前にあれだけのドローン操作が可能だったとしたら、うん、ドローンが一般的になっていない時代、うん、夜空にあの大きな地球が浮かび上がったら、うん、誰でも宇宙船と勘違いすると思いませんか？なるほど。また、にゃるほど、うん、やるほどいただきましたよ。はいはい。また、2台のドローンを使い交互にライトを点灯させればテレポーテーションも再現できます。うん、
あのパフォーマンスを見てしまった今、すべての UFO 映像は各国で極秘に開発されていたドローンとしか思えなくなってしまったのですが、都市ボーイズのお二人はどう思われますか。志本さんの誕生日まであと64日、はい、うわ、これずっとつけてんだよね、この人つけてますね、最近、うん、ドローンをすごい気になって何されるの俺、ドローンと岸本さんの誕生日すごい気になってる人、うん、気持ち悪いよこのカウントダウン。まあでもあの考えてることはすごく面白くって、うん、ね、そのまあ70年、まあ、確かにそうだ ね、うん、ね、まあ、70年はもう今はそこまでの差はないと思うけど、うん、そうですね、でもまあ実際問題そうだからね、大抵の今、うん、なんていうか、そうそう、すごいハイテクとされてるものって大体軍事から流れてきてるものとか多いし、うん、なので、うん、だからまあそのもともと例えばですけれども、うん、あの開会式で行っていたドローンパフォーマンスというのが70年前から行えるというか技術があるんだとしたらば、うん、我々が見ていた UFO とか、うん、そういったものの一部ね、うん、全てじゃなくて一部ももしかしたらこの海外のとか日本のか分からないけれども、うんうんうん、ドローンの見間違いかもしれませんよねという、うん、でもこれあると思いますよ。だってあの UFO もさ、うん、あの結構最近特になんか多いなって思うのがさ、うん、あの集団で動いてる UFO みたいな、ある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 、あの点滅とか、うんうんうん、点がいっぱい集まって不規則な動きして、そうそうそう、最終的になんかみんな飛んでどっか消えちゃうとかさ、うん、なんかUFO を信じてる側から物申す、うん、みたいな感じで言うと、うん、あれだったら母船で、うん、チュン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 ってなんか分かれていったとかって言ったりしますよね、よくね、うんうん、あとリング状みたいになってるのとかさ、あ、あるあるある、なんかいろいろあるけど、回転するやつね、リングでね、うん、まあそのドローンの配列みたいなものとかで表現しようと思えばできなくもないかなとは思うよね、うんうん、あれは打ち込みなの、それとも人がプログラミングだったと思うよ。へえ、ね、だから決めてプログラミングして、そうそうそう、配列決まって、ほなその2000台のドローン、2000台をコントロールって無理じゃない、ね、それだって1人のミスで終わりよね。まあだからあれ団体行動でしたっけ、あれ集団行動、集団行動か、あのあれよね、あれに似てますよね、もし1人ずつ合ってるとしたらね、うん、うん、でも確かにあのね、前も言った話ですけど、母親が何年か前に UFO 見たって、うん、UFO 見たよやっちゃんって言われて、うん、ほんまに写真撮ったで撮れんかった、もうこういう時は撮れんって言われて、うん、やっぱもう怖いみたいな、うん、UFO って、はいはい、みたいな、思ったよりちっちゃかったけど怖かったわみたいな、あ、ほなもう写真撮ってないったら絵描いて送ってやって言われて、うん、分かった絵描くわって、もう覚えてるからね、私はもうカンペ描けるよってわーっと描いてくれて、うん、で数分後にその描いた絵を写真撮って送ってくれたのよ、写メみたいな、ね、そうそう、うん、プロペラついてて、うん、ドローンやったいやだからまあそれイコールではないけど、その時に思ったの、うん、あのドローンを知らない人からしたら、あ、やっぱドローンって UFO に見えちゃうんだ田舎の人はって、完全にドローンなのよ言ったのよ、俺はこれドローンって言ってて、今あのコントローラーとかリモコンみたいなのがあったら、うん、もう自由に動かしたりできるのよ、うん、言ったら、うん、へえラジコンみたいなね、そう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 、ことよね、うん、そういうこと、そういうこと、だから知らない人からしたらやっぱりドローンっていう方に見えちゃうんだろうなって思いますね。それあれやってたもん、アフリカとかのそういう技術が全くないところにドローンを飛ばしたらどういう反応するかみたいな、ドッキリやったらすごかったよ、もうなんか腰抜かすみたいな感じになってた、まあ、それそうやろな、うん、やっぱ そうなるんだっていうね、点滅なんてしちゃうた日にはね、うん、そうそう、恐れてた。俺さ昔の番組ですごい好きなのがさ、うん、交換留学みたいな感じでさ番組で、うん、あのあっちの例えばですけど暑いアフリカとかの民族の人をさ、うん、渋谷とか原宿とか新宿とか連れてきてさ、企画、冷たい食べ物を初めて食べますみたいな、グーッとって、うん、あまりかき氷とか美味しくはありませんっていうやつ、うん、毎回 、うん、あれ好きいや好きかどうかも聞いてねえんだけどですというですね、お便りでした、はい、ありがとうございます、はい、続いてのお便りです。続いて岸本さん、林さん、奥様こんばんは、君のネギ坊主を舐めたいと申します。はい、夏ですね。いや夏ですね。夏といえばお祭り、お祭り、都市みなで祭りといえば奇祭ですよね、奇妙なお祭り、ね、変わったお祭りですよね。ちょくちょくやってましたね。私今年からうん地主になりまして、地というのはお尻の方の、え、うん、地主ね、うん、
になりまして、地主っていうの、うん、お尻の方のね、うんうん、なんか岡村さんとかが言ってて僕初めて知りましたよ、あ地主って言うんだと思って、うんうん、僕も立派な地主ですってテレビで言ってて何のことやろうと思ったらお尻の地位でしたね、うんうん、地主になりまして病院でお薬をいただいてもなかなか完治せず神にもすがる思いで地、うん、スペース神社と検索したところ、うん、記載を見つけてしまいました。へえ。場所は栃木県、うん、茂木市の国神神社、うん、ここでは日本で唯一の痔の予防や治癒を祈願する地固まじないというお祭りを行っているそうですと、うん、そこで生まれたのがケツピタシの儀という儀式です。何何、うん、ケツピタシ。まず参加者は神社に卵をお供えします、うん、そして長寿屋にある足立由美さんの代表作レックスの恐竜の卵くらいのこれほんまに悪意があるな、クソもんなんやあのクソ映画だといやいやあれ誰がそこまでは言わないけどほんまに足立由美の代表作はあのすっぱだかになったオイラのやつよ。知ってるよ。何それ、サクランとかそういうやつかな。いや、うん、ありましたよね。すっぱだかなるやつよ。社内のやつよ。いや、あの家なき子ですから。あの恐竜の卵くらいの卵型の尻洗いの石に尻洗い、うん、水を2回かけます、うん、でもレックスの恐竜の卵くらいの卵って結構大きいですよね。大きいと思う、ねうん、その石に水を2回かけます。次に、うん、石へお尻を向けて、うん、五郎丸さんの代表作五郎丸ポーズの格好になり代表作流れって分からんけどまあまあ手をね、うん、クロスさせる。で波佐間寛平さんの代表作カイーノのようにお尻を石へ上下にこすりつけるような動作をしながら大声で、うんうん、ケツピタシケツピタシケツピタシと3回繰り返します。うん、大勢に見守られながら老若男女がプリプリする姿はなかなかシュールでしたが地に悩む全国の30代の皆さんにはぜひ参加してほしいお祭りです。YouTube に動画が上がっていますので視聴してみてください。岸本さんの誕生日まであと65日。いやもうキモいんだよなそれというお便りでした。記載ですね、うん、まあまああの地の記載だな神社ですね。茂木市の国神神社、うん、地の予防の、ケツピタシの儀ですって、うん面白いですねこれね知らなかった。絵としてはまずすごい面白いと思う。貝の貝のを、うん、だからお尻にやってでケツ治るんやこれ治るんかなほんまにケツ。でももうやってる人が結構いるってことなんね。そう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 。えそれえ年に1回やるってことじゃないよ、ね、じゃないでも記載だからねいつでもいけんのかな。あどうなんだろう物あるもんね。だケツピタシの儀でもどうなんだろう。お祭りって書いてるからね。お祭りならやっぱ年に1回とかなのかな、うん、1回なんかな。それともその卵はずっとあってそこでできんのかな。あと地の神社って一つじゃないっすよ。地の神社ってあんの。うんあるある。いい神社じゃん。前も言ったけどあの大阪のよ行ったじゃない。あのエイ祭ってるとこよ。あれ地の神社なの。あれ地の神社よ。あのエイってさ、うんあのお尻に毒あるからさ尻尾のとこ。ああ尻尾な。だから尻尾切んのよ、うんうん、あれが地だっつって、うん、であの船乗りっていうのはずっと座ってるからケツ地になりやすいのよ、うんうん、だからあ言ってたのそうそうそう、うんうん、だからそれをエイとちょっと合わせて、うんうん、エイのかけてって、ね、尻尾、まあ、あの船乗りの地とかけて尻尾切るっていうので、うん、エイを祀ってる神社があったじゃない。うんあそこ確かあれですよ、地を直すとかそんなんやったね。うん、うん字ってかなりきついらしいですね。なったことある？切れ字みたいなのある。あ僕も切れ字はね、うん、もう中学生ぐらいからずっと。あずっとなの？今も。デスクワークじゃん。うん、デスクワークの人って結構字になりやすいって言うじゃん。うん、なる。なってんだじゃん。結構。切れ字はずっとあの中学生ぐらいからずっとなってる。でもさ、うん、全然レベル違うらしいよ。どういうこと？あの字イボ字出るやつ。そうそう、で次郎っていうやつがあるんだけど、うんうんうん、最上位みたいな出てくるやつでしょ。あの、うん、中から出てくるやつじゃないの。あそうそう、なんかねケツのところに違う穴ができちゃってみたいな。えそれがもうそのだからお尻の穴の近くにもう一個穴ができちゃって、うんうん、そこになんかあのうんこが入っちゃうから、うん、もうずっとそこが菌が繁殖するみたいなことだった。めちゃくちゃ怖くない？でずっと痛いんだ。それ穴って結構大きいの？
うん、らしいよ。あ、いや、まあその大きさは多分人それぞれなんだろうけど。マジで？確かね、浜田さんがそうだった。あ、そうそう、だから穴開いたなんか、あの、ね、クッション常に持ってるみたいな、うん、そうそう、椅子座るときにそれ差し込むみたいなね、ケツとお尻の間にね。まあ、その二郎になったらもう本当に生涯きついっぽいね。そのえ、その穴は手術どうにか綺麗にならないの？なるのはなるみたいだけど、でもあのクラスの人で、うん、そうやってるでしょ絶対。絶対お尻の手術なんかな。やってる、金かけて絶対できるのに、うん、それでもあの状態ってことは確かに相当やばいんだろうな。なんか岡村さんも手術してなかったっけ？ G 切るみたいな。うん、イボジとかは多分それで治るんだと思うんだよね、うん、あと松本さんもなんかやってなかった話そんなにやってたっけ？でなんか口で肛門の真似するっつって、うん、あのちょっぴり舌出して G ってこれでって言ってしなかったっけ、はいはい、あれは浜田さんの話。裏返るみたいなやつ、ね、そうそうそう、それはそうかもしれない、ね、あれは自分の話かな、浜、うん、さんの話かな。でもやってましたよねそういう話、うん、結構いるよねだから、うん、高確率でいる僕は切れ痔ですね。なりたくないね、うん、糖尿と痔は絶対なりたくないなって思うわ。みんなそうよ。あと痛風みんなそうよ、うん、いやなりたい病気ないのよ。いやでもあの自分でどうにかできそうなものじゃん、うん、糖尿も痛風とかもさ、あのコントロールしてっていうこと。あ、食べないようにとか、食べ物とか、うん、そういうのある程度できるから。どうもできんもんな。うん、痔だけはちょっと難しいんだろうなって思うわ、うん、まあ、だからその痔でね悩んでる人とかがいたら、もしかしたらそのモテ技師 ね、もしそこが近くであれば、この国神神社というところのケツピタシの儀という儀式を行えば、もしかしたら痔が治るかもしれません。ね、ネギボンさん栃木じゃなかったっけ？ん？そうだったっけ？栃木県ネギ坊主を舐めたりとか。そっか、じゃあだからいいっすね、行ってその、 あれ確かに写真とか ね、 ねやってくれればいいのに。うん、確かに確かに。経過観察みたいな、うん、うん、というものでした。お願いしますよ。はい、では続いていきます。同じメール送っとら誰がネギ坊主なんで間違えたの？いや、あのね、少しだけ変えてるうう少しだけ変えて送ってきてそんなことある？少しだけ変えて、あの、送ってきてる。どっちか読まれればってこと？そうそう、でも同じ、でも同じなのいやいや、うん、じゃあ違うネギ坊主のやつ読めばいいじゃん。びっくりした。多分あるよいっぱい。超怖い人だこの人やっぱり。同じメール送ってきてら怖。ちょっと今探しますね、うん、なんか喋ってていやいやいや、綺麗よ。俺のパートあげるから少しちょっと喋ってて。なんか今日何してたん？いやいや、何もしてねえよ別に。なんかしてるでしょ、だって何もしてないわけないでしょ。今日何してたっけな。今日何してたん？朝起きて何してた？何時起きたん今日ちょっと待って、マジで思い出せねえな。何してたっけな。パン焼いたとかしか思い出せない。え、パン焼いたどうやって？え、どうやってパン焼いたの？パン屋に行った。あ、パン屋に行ったんか、うん、パン焼いたって聞こえた。パン焼かないよお前。パン食べたん？パン食べた。美味しかった？うん、美味しかったけど。じゃあ次行っていい？いいよ早く見つけて。いきます。見つけました、うん、都市ボーイズチャンネル様こんばんは。はい、こんばんは。生配信お疲れ様でした。あの10万人のね。ああ、だいぶ前のね、はい、はいはい。そして登録者10万人銀の盾獲得おめでとうございます。はい、あざます。あざます。この進歩を距離で表してみましょう。登録者1人につき1センチ進むとすると、うん、私のおちんちんの長さは約15人分となります、うん、途方もない距離です。輝かしいマイルストーンの達成おめでとうございます。さらなる活躍心待ちとするとともに、引き続きサポートしてまいります、うん、今後ともよろしくお願いいたします。 YouTube の人みたいなこと言う ね。 PS、銀の盾のメルカリへの出品は規約により禁止されておりますのでご注意ください。あ、そうなんだ、うん、え、銀の盾は本物の銀で作成しておりますので、うん、シルバーアクセサリー同様、うん、魔除けの効果がありますですって。本当かよ。心霊スポットに持っていき、その効果を体験していただければと思います。 YouTube 代表取締役社長兼 CEO 兼 ATM、うん、ネギー坊主岸本さん誕生日まであと86日。これ昔のやつだから前のやつ、うん、遡っちゃってるけどですって。え、銀なんほんまに？絶対嘘だろ軽かったよすごい。絶対嘘だ。スカスカよな。あれなんかほんまスプレー缶で触ってみりゃ分かるけど、ね、うん、スプレー缶で銀塗ったみたいな感じよな、うん、あれアルミホイルだったもん。あ、そう、そんな感じする多分、うん、ですって。でも登録者1
1人につき1センチ進むとすると私のおちんちの長さは約15人分となりますって言うから、うん、いやだから途方もない距離ですって。いやいや頑張ったな俺らな。この方はすごいインチキ CEO だと思いますよATM っつってたからね。確かにね、うん、ATM ネギー坊主ですって。なんだっけ、でもね銀の盾の使い方みたいなのね、うん、結構ね YouTuber の間で流行ってるのがあって、うん、ね銀の盾で炒め物するとか、うん、どういうこと？フライパンにしてなんかそれで下から熱するってこと？そうそうそうとか、なんかね銀の盾で遊ぶみたいなのちょいちょいあるらしくて、うん、メルカリで売るっていうのは多分なんかできないらしいんだけど、うんうん、なんかそういう YouTube 内でそれを使った遊びみたいなのまあまあまああるらしいよ。そうなんだ、見たことない。そんなのさあネギ坊主さん言うように、うん、なんか銀の盾を使ってなんかやるっていうのは一個手なんだよね、うん、確かにね、うん、面白い使い方。うん、そうなんだ。ちょっとなんかできるかな、次行っていい？え、もうあんの？まだありますよ。もうあんならいいけど、うん、岸本さん、早瀬さん、奥様、らっしゃい。千のらっしゃいを持つ男、君のネギ坊主を飲みたいと申します。それいやいや一回しか使ってないよ、うん、千持ってんやったらさ、もう岸本さんらっしゃい、早瀬さんらっしゃい、奥様らっしゃい、千のらっしゃいを持つ男だってわかるけど、うんうん、岸本さん、早瀬さん、奥様らっしゃい、らっしゃい一回しか使ってないのよ。ゆりおかさん以外使ってるし、ないじゃん。確かにね、はいはい、島田秀平さんとのコラボ毎回とても楽しく拝聴視聴させていただいております。はいはい、ありがとうございます。島田秀平さんといえば手相占いですが、最強の占いって何だと思いますか？うん、最強の占い師ではなく最強の占いです。うん、占い、タロット、風水、あ、目覚まし占いなど、うん、世の中にはさまざまな占い、なんでここに入れたんや、目覚まし占い、だいぶ雑魚いのがいたけどね、え、さまざまな占いがありますが、最強の占いを決めるとしたら何でしょう？最強占い、占い、おっと、ネギ岡超特急そろそろ発車の時刻が来た模様ですゆりおかさん、最後にとっても得するおまじないの一つ、大好きなあの子とお近づきになれるおまじない、うん、左手の薬指と小指の間に好きな子の名前を書いて一日中鼻の穴に突っ込んでみてごらん。大好きなあの子が話しかけてきてくれるよ。ああ、岸本さんの誕生日まであと93日。もういつから始めたのか分かんないけど、うん、だいぶ前からやってんだね。最強の占いって何だと思いますかって言ってます。占いね、僕は答えられますよ。もう答えがあります、一つ。ああ、うん、占い、うん、もうでも大体あるよね、みんな四柱推命とか、うん、いますね、やっぱ古いものがね、いいっていうね、歴史があるもの、歴史があるもの、そう思います。だってみんなまずそこら辺から入るもんね。そうそう、そんな感じありますね。なんだろう、うん、うーん、でも手相じゃない？なんでやねん。手相が一番いいと思う。手相が一番弱いわ。いや、誰でも見れるから。あ、そういうことね。でも確かにその占いっていうのをすごい世に広めたのは、うん、手相やと思う、うん、なんかすごいバカにされたりし、ね、そうそう、そう思います。あのバカにされたりとか結構するじゃない、手相って、うん、まあ、有吉さんがあれもあったと思いますけど、まあ、手も縛ってね、そうそう、とかそういうのもあると思うんですけど、やっぱり手相っていうなんかどこでも簡単にできて、なおかつ自分に、あ、こうなんだって、うん、自分のね手相を見て試せるっていうのはすごい面白くって、なおかつなんか簡単な一個のなんて言うんでしょうね、あの遊びの一つになるじゃん、うんうん、見せ物の一つにね。だからこの手相って結構バカにされるけど、実は俺は手相がないと占いってこんなに広まってなかったんじゃないかなって思う。この目覚まし占いももちろん一つ、うん、そのあれじゃない、動物占いじゃない、なんであれが一番俺、ちなみに何、一世風靡したと思うけど。何、あ、動物、うん、なんだっけな、 何があったかちょっと思い出す。あ、タヌキとかかな。うわー、タヌキっぽいわ。覚えてないけど、あんまりちゃんとタヌキっぽい、タヌキっぽい、多分タヌキだった気がするわ。タヌキっぽいわ。なんかのタヌキとかなかったっけ、あれ、何々のペガサスとかなかったっけ。あった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 。なんかあったよね、種類が。なゼニゲバのタヌキじゃない？違う。ようお金の話するし。タヌキ一番向いてないわ。ゼニゲバのタヌキじゃない？違う。なんだっけな。お前なんなの？俺黒ひょう。俺黒ひょう。いやいや。俺黒ひょう。何の黒ひょう？強い。いやいや。桁かき。そういうやつじゃないよ、多分。そういうのなかったはず。奥さん思いの黒ひょう。ああ、うん、でもそういうのありそうだな。ありそう、ありそう。うん、あ、でも黒ひょうだった。
確か黒評価狼やったな。でも やってんじゃんちゃんと。なんかやってもらった。だからやっぱりそれぐらい。うん、でもだから普及してるってことでしょ。そういうなんかやっぱり占いって女性のもんっていうイメージがあるじゃん、うん、女性がやりやすくって楽しくってなんか友達とかと話せるようなくっちゃべって、うん、あ誕生日占いとかね、うん、ああいうものってやっぱり血液型占いとかね、そう、うん、当たらない当たらないって言われてるけど、ああいうものがないと、うん、ここまで広まってないなと思うんですけど、で僕がもう最強の占いね、うん、オリジナルはオリジナルオリジナルオリジナルです。あのね、どういうことですか。名前がついてないものを作るんですよ、うん、例えば何々と何々と何々と何々を合わせて自分のオリジナルの占いを作りましたみたいな、うん、なんかすごい売れてる占い師って、大体占い師みんなそんなこと言うよね。何々を元にして丸々と合体させて、うん、で〇〇という自分のオリジナルの考えを入れて自分のオリジナル〇〇という占いなんですよってよく言うじゃん、うんうん、いやオリジナルばっかなんですよね売れてる人って。うん、まあまあまあ、うん、だから最強の占いってオリジナルだよ。いやだそのオリジナルの誰のとかないのその辺は。あでもだってオリジナルってもうくくりないもん。今日聞いた話でいい？今日聞いた話、うんうん、はいはい、今日さ占いそれなりに、うん、すごいお坊さんとお話させてもらったんですよ、はい、うん、その人曰く、うん、ゲッターズさんと島田さんはすごいって言ってた。それは何故に。自分も地中水明とか、うん、まあ、お坊さんだからね、いろいろ勉強させてもらうんですって。手相も勉強したし、いろいろ勉強させてもらったと、はいはいはい、そしたら、うん、ゲッターズ飯田さんは発揮し、あの人は一人じゃなくてチームでやってないとおかしいぐらいの知識量って言ってました。あ知識量の話なんだ、うん、すごいっていうのはこの子の生年月日、元素、うん、いろんなものを見て、うん、自分だったらこういう結果になるだろうなって占うんですよお坊さんがね。例えば先にね、はいはいはい、うん、でゲッターズさん答えるのがこここうで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 すねって言うんですよ。で答え合わせすると、うん、まあ大まかなことは合ってるけれども、それ以外にも、うん、ゲッターズさんは付け足してるんですって。それ以外の単、うんうん、これがこうでこれがこうで、はいはいはい、これがこう、あれこれどうやって占うのって思うんですって、うんうん、でそれを調べてみると、あこことここつながってるんだ、あすごい、えこの人マジなん、むちゃくちゃ勉強してんなって思って言ってました。だからゲッターズさんは知識で言うと、はいはいはい、ナンバーワンって言ってましたね。その人は知識なんだね。じゃあ知識と組み合わせ方と、うんうん、そのすごいオリジナルって言ってました。うーん、あの人は天才だと思ってましたね。オリジナリティね。だから占いで言うとナンバーワンはゲッターズさんだと思いますねって言ってました、テレビの占い。うーん、まあ、出てる人でね。で島田さんがじゃあ何がすごいかっていうと、うん、あの手相っていうのは発揮し、うん、申し訳ないけれども一番簡単だし、うん、まあ、入門編みたいなことな、入門編みたいなもんなんだけれども、うんうん、あの人がすごいのは、うん、あの手相をね、じゃあ両手出してくださいって言うじゃない、うん、手相見ますねっていう時に、ね、あの人は手を見てませんよって言って、うん、あと顔を見てますね、顔と体の動きを見てますと、うん、あとおしゃべりですね、うん、みたいな。あの人はリアクションを見てると、リアクションを見ていって、うん、で手相で分かることってやっぱたかが知れてるって言ってた、うん、それプラスね、コールドリーディン ング、ホットリーディングみたいな、そうそう、うん、あれがとんでもなくうまいって、やっぱ芸人さんですねって言ってましたね。あれが多分ナンバーワンって言ってました。テクニックの方かな、どっちかっていうと。おしゃべりの方のテクニック、うん、でゲッターズさんは占いその、ね、そのものの知識のテクニックが、うん、技術がナンバーワンって言ってました。うん、まあ、ちょっと方向性は違うけど、うん、すごさはその2人にある。だからゲッターさんより島田さんの方がテレビ出てるのはそのやっぱおしゃべりの部分でもってすごいうまいし、うんうん、キャッチーだからテレビ出てるんだと思うと、まあ、ただ求められてること答えられるもんね。そうそう、ただ我々が見て占いでナンバーワンだなと思うのはゲッターズさんですと。でじゃあ一番下って誰か分かります？その人曰くお坊さんの何人から話し合って、うん、テレビ出てる人の中でこの人が占い師で一番底辺やなって言った人、あこの人ダメ、わけわからん、あれむちゃくちゃ言ってるって。細木じゃない正解まああんまり、うん、言ってもどうかなと思ったけど、細木和子さんだって言ってました。うーん、あの、まあ、地獄落ちる落ちないっていうのはまあ置いといて、うん、あれはまあテレビ的なものがあるから、まあまあね、決め台詞だから。テレビ出なくなった後に言った一言があってある、うん、それがいろんな人を困らせてるって言ってて、困らせてる、そう、それっていうのがお墓に家紋を入れるなって言ったんですって。うん、お墓に家紋入れると良くないって言ったんですよ、うんうん、したらお墓にもともと家紋入れてる人がたくさんいてて、当然ですよね、うん、家紋入れなきゃいけないからね、うん、それを取り替えたい、うん、
ていう人がたくさん出たんですよ。だから石屋さん、石工屋さん、あとお寺さんとか、あとえこれ良くないんだっていうデマを流されて不安に思った人たくさんいてて、そういうのは僕は許せないって言ってましたね。ああ、ラッキーではないんだね。ラッキーではない。儲かるから、儲かるからっていうのは一個いいかもしれないんだけれども、うん、不安にさせてるっていうことがダメって言って、なるほどね、そもそも家紋なんて若に言えるに決まってるでしょみたいな、うんうんうん、なんで急にそんなこと言い出すのみたいな、そもそも言い出したらね、地獄に落ちうるわよって、でも最上級のその不安にさせる言葉だけど、そう、あと地紋っていうね、お寺の紋章とか、うん、あとそもそも、天皇家とかで言うとね、うん、もうあるじゃないか、うんうん、ああいうのもあったりするから、何を言うてんやろって、いや一番大事よ門なんてそれがお墓に入れちゃいけないで、じゃあどこに入れんだよって思うけれども、やっぱり信者からすると怖いから、で信者がたくさんいらっしゃるから、まあ、だから理論があって言ってたのはいいけどね、うん、その細木和子オリジナル理論が ね、まあ、あんならまあいいと思うけど、聞くもんとか見たことないんかって言ってましたね。むっちゃ切れてましたよ。そうなんだ。そう、不安にさせちゃダメって言って、まあね、本当に発言力があるんだからって言って、うん、それでも多かったかもしれないけど、ね、あるからダメですよって言って、あの人が僕は一番つかないですねって怒ってた。へえ、まあ、したっていうのはよくわかんないけど、うん、まあまあそれはわかんないですね、その人だけの、うん、言葉を取って言ってるんで、ね、うん、僕は細木さんのこと調べてないんで、うん、まだ分かんない。評判は良くないってあんまり俺も知る限り。そうなんだ。まあそうなんですって。じゃあ、僕らが知ってる限りの、はい、そのメディアに出てる占い師では、うん、じゃあ、ゲッターズさんと、ゲッターズさんと島田さんがナンバーワンって言ってました。口がうますぎて、あの人はちょっと。うさんくさいなって思われるかもしれないけど、むちゃくちゃちゃんと勉強してるすごい人だから、うん、あのあれはポップさとか、うん、とっつきやすさっていうのをパラメータで重視させてるから、ね、うんうん、ああなってるだけで、ちゃんときちんと調べようと思ったら、うん、とんでもなくすごい人ですよって言ってました。あの観察力、人間のもあるし、うんうん、頭もいいしって言って、ゲッターズさんはとんでもなく普通にすごいって言ってました。うーん、まあそうだろうね。下津さんもね、あの、うん、金玉袋にあるほくろの位置当てられてるしね。まあまあそうそう、そんな感じでした。もうマジで当てられてますしね。で俺も一週びっくりしましたね。そう、1週間でご飯でもなくラーメンでもなくうどんたくさん食べてますよね、この1週間出てますよって言われて、うんうん、当たってるし。あったね。そうそう、マジですごかった。なんかまあそうね、あの、うん、ゲットさんはすごいと思ったよ、単純に。そうでしたよね、うん。あと AKB ファンはゲッターズさんすごいって思うんですって。なんで？なんか年末年始にさ占いするじゃない。ああ、なんかランキングつけるよね、うん、そうそうそう、ランキングあって、うんうんうん、で島田さんは毎回逆行くんですって。最下位が超よくって、うん、1位が一番最悪なんですって。もうね、ネタじゃんそれ。なぜか真逆行くんですって。はいはい、だからでもそれって逆を言えばね、これこそ、うん、逆を言えば最下位が、ね、そうトップっていう風に見ていけば、うん、逆を見ていえば、うん、えこれって 100% 当たってんじゃんってやっぱ思っちゃうんですよね、うんうん、はいはいはい、でゲッターズさんに変わったんですって、うん、ゲッターズさん普通に1位がすごいし最下位が最下位なんですって、うん、ちゃんとしてる。わかりやすいね。わかりやすくすごいって言ってました、うん、ただやっぱ面白さで言うと島田さんの方が面白いですけど、うん、まあ、盛り上がるし、そうだけど突っ込めるもんね。的中率で言うとやっぱりゲッターズさんの方が、話してましたね、うん、まあどうでもいい話ですよ。いやいや、まあまあ最強占いを決めたいっていうことだったんで、はい、まあ、まあそういうことになった話ですね。ネギ坊主さんが、そう、そうなんですよ、まあ、今回ちょっとネギ坊主さんがねたくさん送ってきてくれていたというのと、うん、僕がちょっとむちゃむちゃ疲れまくってるというのがあってなぜかこんなねちょっと変わった、はい、あの企画を、ね、まあ、全然いいですよ。ネギ坊主祭りを、うん、ベストコレクションになったけど勝手に開催しましたけれども、うん、はいはいはい、いかがだったでしょうか。まあね、次回あるかもしれないんで、次回もねぜひまたネギ坊さん送っていただきたいですね。そうそう、なんか俺読まれないなって思うかもしれないけど忘れた頃に全部読むときあるから後半にまとめ読みされる可能性あるからね。そう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 、刺繍みたいにあなたのやつだけをまとめて販売するかもしれないからこれはでもネギ坊主さんに限らず誰かもありえるからね、うん、大量に出してる人はもう、急激に読むってタイミングがあるかもしれない、ね、あとなんか2通目か3通目に読んだおちんちんのくだり、うん、言わなかったけど面白かったよいやいや、まあそういうの大事よね。僕はあれすごい好きでしたよ、はいはいはい、以上です。ありがとうございました。